ホリエモンチャンネル。今回これが一番ファーストラブに聞いてると思うんだけど、美術というか、なんか MV っぽい感じで、そのなんか実際の風景をすごい綺麗に整えて撮るじゃないですか。あれさ、あとさ、もう一個すごい疑問があってさ、あのカラーは何なの？いや、あれ調整してるんでしょ。あ、いや、赤とかさ、黄色とかさ。だからあれは、だからもう本当にもう設計してるんですよ。何を？だから視覚効果として。うん、だからそれで、もうイメージカラーを、だから服のデザインとか、別に内装とかと一緒で、別にここだったらコンクリートで打ちっぱなしで、割となんかちょっと男っぽい黒とか茶色とかを使おうみたいな感じでデザインされてるじゃないですか。それと同じような感じで、なんか、だから別に意味はないんだよね。まあ意味はないというか、まあ、CTだったら、ね、ストーリー的な。いや、もちろん脚本でもある程度連動してると思うけれど、なんかほら、フードスタイリストとかもあれちゃんと入れて撮っていて、小道具とか美術とかに対しても、色彩設計もそうだし、すごくなんか、見てる人間 の視覚イメージをなんかこう統一するんですよね。ご飯はいちいちうまそうだよね。まあそうですよね。あれ結構有名なフードコーディネーターがやっていて、で、あれをね、結構映画とかでね、スタイリッシュに作る人ほどやるし、岩井さんもやってたと思うんだけど、あれをなんか全あれ9話か10話ぐらいありますよね。9話だから要は8話完結なんだけど9話が打足とかっていうふうに言う人いるじゃん。いるけど俺9話好きだけど、俺も9話好きなんだけど。9話好きっすよね。てか9話なかったらなんか嫌なんだけどね。いやだからあれってそもそも夢物語なわけで、なんか8話で言ったら中途半端にリアリズムで終わる気がするんですよ。9話があるから夢物語としてファンタジーとして完結してると思うんですよね。そうだよね。よかった、9話肯定派僕と堀江さんだけですよ。そうだよね、うん、あれなんなの、みんな幸せになってほしくない。いや、だから8話であれでね、エピローグを想像させる方が上品だってみんな思ってるかもしれないんだけれど、僕はそもそも記憶喪失があんなに何年も続いたりとかね、してる時点で、やっぱりファンタジーじゃないですか、あれ。だってそもそもほら、メバンベツなんてもう、堀江さん北海道詳しいから知ってると思うけど、僕も北海道10年住んでたからね、メバンベツなんてもう地の果てっすよ、基本。で、あんなに綺麗な世界じゃないですよ、当然。まあ、そうだよね。実際問題。人間よりも牛の数が多いみたいな世界ですよ、基本的にはね。まあ、実際多いかどうか知らないですよ。多いよ。多いですよね。多いよ。で、もうすごく、それこそ入念に、ね、小道具から家周りまで綺麗に整備して、もう作り込んでんですよ。で、だからやっぱりファンタジーなんですよ、あれ、現実を舞台にした。まあ、そうだよね。で、だからあの9話ないとやっぱり完結しないし、まあ、宇多田ヒカルのね、ファーストラブが結構モチーフになってるわけなんだけど、まあ、世界観がすごい J-POP 的なんですよね。だから J-POP って何かっていうと、恋愛と夢のことしか考えてないんですよ。自己実現のことしか。だから、社会を変えるみたいなこと、もう一切彼ら考えない世界の人です。まあ、そうだよね。つまりで、だから、堀江貴文がいない世界に生きてるんですよ。一言で。だから、そこに堀江貴文が現れたら、いや、別になんかその新しいビジネスがあったら、社会ガンガン変わるでしょ、みたいな感じの。とりあえずやってみせろよ、みたいな話にこうなるんだけど、それって明らかに21世紀以降の思考で、あれ90年代でやっぱ時間止まってるんですよね。なんか J-POP って全盛期が97、8年ぐらいでね。で、なんかすごいこう、みんなほら歌謡曲の頃は社会の無意識とか歌ってたけど、もう通信カラーが流行って J-POP になると、もうこれって私みたいな私の気持ちを歌うのが歌謡曲の J-POP の中心になっていって、そこではもう恋愛と夢の話、自分の将来の夢っていうと、恋愛の話しかなくて、もう社会とかも世界とかも消えてるわけですよ。まあでも、俺もあの世界観の中にいたけどね。いたっていう意味で言うと、どっちかっていうとあのなんだっけ、ミスコンサークルの主催者で、あの主人公の女の子の横に座ってうざい先輩みたいな、うざい先輩だったんですか。どっちかっていうとそっちだから。だからなんかだからあれってやはりなんかそうなん か元カノが自衛隊と付き合ってたりとかしたもん、高校時代。私元カノ自衛隊なんですよみたいな話してたもん。だからね、あれ、ちょうど端境期でね。すごいリアリティあったなと思って。ね。なんかね、やっぱ僕ら世代が見ると、すごいやっぱ懐かしく見えるんですよね。なんか、基本的に社会のマジョリティというか、世の中のモードっていうのは、なんか恋愛と夢のことだけ考えて生きていこうみたいな、特に若者はっていうモードだったんだけど、心の中では、ね、みんな舌を出していてね。まあ、そういうこと新しいなんかビジネスとかもどんどん出てきてることだったし、なんかそのギャップみたいなの、あの頃ってみんな結構ピュアだったな、みたいなね。こんなに恋愛的なことばっかり考えている10代みたいな。あれ、あれも今だったらちょっとね、また違うとこになってると思うんですよ。で、さあ、そう、それわかるんだけどさ、じゃあさ、そもそもあの企画にさ、あれだってすげえ金かかってるわけじゃん？すげえ金かかってる。なんでゴーサインが出るわけ？あれわかんないです。
わかんないけど、ただね、あの、ほら、ネットフリックスって、もうそれこそもう何年か前から、うん、あの、日本のドラマに金出してるじゃないですか。で、まあそうなんだけど。で僕ね、全裸監督とかそこまで良くないと思うんですよね。まあでも、そこまで良くないかもしれないけど、まあ、シーズン2までやったわけで、うん、まあめちゃくちゃ、要はバズったわけじゃない、うん。そういう意味で言うと。だんだんその、まあ、まあ別にそこまでじゃないっていうのはその通りかもしれないし、シーズン2はうーんって感じだったけど、うん、やっぱそれはそれなりに成功してるわけじゃない、うん、だけど例えばわかんないけど、まあそこまで俺が出た作品とかだとあんま そこまでバズってなくて、あのなんだっけな、フォロワーズっていう出てた、出てたでしょ、フォロワーズ、あれやばかったっすよね。あれ止めなかったんですか、何を、いや周りの人は蜷川さんを、いや、わかんないけど。まあちょっとあんまり言うと、ちょっといろいろ僕も知り合いが何か出てるんで言わないですけど。うん、だから、なんかあの、最初はね、なんかこう、あの、どの辺から当たっていったらいいのかわかんなかったんだと思うんですよ。うん、つまり、例えばこれ、最初、火花ですよね。火花って割と映画のスタッフが撮ってて。うん、で、火花は微妙だった ね。で、あれね、面白くなくはないんだけど、やっぱ戸惑ってんですよ、レントラの作り方が明らかにスタッフが。でもどう、俺さ、火花の話をするとさ、同じその芸人制作の話で言ったらさ、うん、浅草キッドがあるじゃん。ああ、ほらあっち見てないんですよね、浅草キッドの方。え、見てないの？見てないですよ。僕ね、ビートたけしが嫌いなんですよ。何が面白いかわかんないんですよ。じゃあ、見ない方がいいかもしれない。あの、いや、もちろん歴史的に偉大な人だってわかりますよ。ただなんか。いや、確かに。うん、いや、俺たちひょうきん族を見てたので、うん、てか大好きだったし。いや、あの頃は面白かったけど、別にあのノリを今やられたら、うん、逆に俺たちひょうきん族ばっかり見てたから、ドリフを知らないのよ。うん、だからドリフのネタをずっと知らなくて、うん、あの、なんか、こう、黒人のなんかあの、ヒゲダンスみたいなのあるじゃん。これね、すごい重大なポイントとしてね、この人福岡じゃないですか。僕長崎なんですよ。福岡はフジテレビが映るけど、長崎は映らない問題とかを今言って、すごい九州内格差みたいなのを今感じました。あ、見れなかったんだ。長崎だって民放2局とかだって。あの、大都会福岡はね、なんかね、もう福岡、それがやめだろうがどこだろうがもうね、あの、福岡県ってだけで勝ち組ですよ。僕の世界観の中では。ね、だって、フジテレビ系より佐賀テレビまで見れたからね。まあ、どうでもいいけど。別に、佐賀テレビ見ない。佐賀テレビ見る必要ないんだけど。見る必要ないですけどね。で、いや、それでさ、そうそう。だから、浅草キッドは、正直、なんか、俺も、あんまりさ、ネット上にさ、批判的なのを書いたらさ、なんかまたなんか、松本人志さんの映画がつまんねえって言ったみたいな。つまんないじゃないですか。いや、つまんないんだけど。でもつまんないんだけど、何が面白いのかわからないって、その表紙になんか M1 が何が面白いのかわかんねえみたいな話をして、じゃあ、おりさん好きな芸人何なんですかって、ハンバーグ師匠ですって言ったら、なんかハンバーグ師匠に批判が来るっていう。それは、かわいい。ハンバーグ師匠。ハンバーグ師匠に。とばっちり具合がやばいっすね。ハンバーグ師匠の、ハンバーグ師匠と小島よしおが面白いって言ったら、両方ともなんか煽りを食らったらしくて。かわいそう。本当ごめんって感じだったんだけど、あの、浅草キッドも、ほら、俺劇団一人もさ、知ってるからさ、なかなかさ、でもなんか、何が面白いのかよくわかんないんだよね、みたいな話を、できづらいなと思ったんだけど、なんかさ、そういう作品ってあるじゃん。ありますよ、だからやっぱ、ね、いや、試行錯誤して、あれが生まれてきたみたいな感じなのかな。あの、だから結構ね、どうすればうまくいくんだろうと、僕当然試行錯誤はしてるんですよ。どうすればうまくいくんだろうってね。うん、で、なんか、いや、日本のテレビドラマプロパーを使っても多分それはできないと、うん。やっぱり全く別のゲームルールで動いている人たちだから。うんうん、だから映画のスタッフ持ってきたんだけれど、なかなかあの尺一つ取ってもね、あの、なんか、あの50分かける10みたいな、あの、作り方、10とか12とかね。あとなんか、うまくクリフハンガー使ってうまくいったらシーズン2いきますみたいな、ああいう作り方は全然慣れてなくて、で、うまくいってなかったんだと思うんですよ、正直。チャンネルはそのまま結構面白かったんだけど。もう見てないですね。え、見てよ。でもね、それはテレビ局の話でしょ？そう。最初の1話見た。最初の1話見て、なんか僕ね、なんか、ちょっとわかりません。なんか、ああいう業界人が、なんかちょっと自分とは言いつつも、いろんな制約がある中で業界頑張ってますよ、俺みたいなナルシシズムを垂れ流すものあまり好きじゃないんですよ。そうでもないよ。そうでも、でもね。あれは、俺原作が好きだから。でも僕ね、あの、その中では全然嫌な気分になりませんでした。芳根京子ちゃんの。好きですよ。芳根京子大好きですよ。を、俺が認知した作品だから。芳根京子さんは、あれも良かったですよ。あの、小滝兄弟と宿泊。
あ、それ知らない。だから、あの、ほら、アマちゃんでカニ先生やってた、あの、なんかこう、熟年の役者さんいるじゃないですか。よく高田馬場で目撃情報がある人なんですけど、彼と、あとなんかこう、あの、その弟役の、なんかもうちょっと中年男性がいて、それが、なんかもう本当に、兄弟、いい年した兄弟が二人で住んでるんですよ。で、そこに、なんか近所の喫茶店の看板娘みたいな芳根京子ちゃんが絡む日常のドラマがあって、それめっちゃいいですよ。じゃあ見てみます。芳根京子ちゃん最高ですよ。いや、だから彼女の魅力がめちゃくちゃ詰まったドラマなんですよ。だからぜひそれをね、続きますよ。1話見て。そんななんかよくわかんない、それわかるけど、テレビ局のうんぬんかんぬんがよくわかるけど、見てください。面白い。見ます。いや、それでね、じゃあだからそういう形でだんだんその打ち筋が分かってき始めてますよっていうことなの。そうとプラスね、あとそれにやはり独自の方法論を持ってないと、やはり勝てないんですよ。だって普通にイテオンクラスとか愛の不時着とかあるし、ストレンジャーシングスとかベターコールソウルとかとやっぱり戦わなきゃいけないわけですよね。でその時に単純にクオリティの高いものでいったらもう絶対勝てないんですよ。そうじゃなくて、なんか日本のね、まあ、しょぼいしょぼい言われていても、やはりこんだけ自国でコンテンツ作ってる国ってやっぱそうそうないんで、やっぱあの独特のノウハウってものが溜まってるわけですよ。でその中でこの、ね、あのネットフリックスの連ドラをね、なんかこう、あの、結構会った人っていうのをずっといろいろ探してんだと思うんですよね。その中で今回カンチクさんがなんかバスッとハマった。バスッとハマったよ。多分日本のそのドラマとか映画界の中では好きにやれなかったんだろうね、多分キャスティングも含めて。というかね、だから要は金に糸目をつけずにやってもいいよって言われると、ちゃんとできるタイプ。そういや、僕でも全然その辺の中ではスタッフのレジとか詳しくないから、なんでこの大型企画にね、カンチクさんがいきなりバスってハマったのか、はめられたのかよくわかんないんだけれど、ただもう非常にコンセプチュアルに作ってるし、彼女の方法論がすごく、あの、効いてる作品じゃないですか。細かいところまで。そうだよね。いや、だから、宇多田ヒカルのね、歌もね、やっぱここで何か持ち出したのかな。そういう企画感もあるのかな。まあ、宇多田ヒカルのね、結構有名な、あの、ファーストアルバムのね、あれを結構モチーフにするっていうのは、もちろん、まあ、ある種のメジャー感を補うようなところでは重要だったのかもしれないけれど、あれはね、やっぱ勇気のある決断だと思いますよ。あ、そう。うん。あの、もちろんだからね、宇多田ヒカルのあの歌も有名だし、佐藤健も満島ひかりも、それはね、やっぱ国内的には非常に、なんか認知されてるというか、ポピュラリティの高い主役級の結構役者だけれど、あの、監督はやっぱりそこまで実績のね、なんかやっぱすごく名簿。いや、でもなんかさ、そういう人がさ、出てくるの面白いよね。てかね、あの、初めて夢が持てたなと思っていて、やはりなんかネットフリックスってどちらかというとね、なんかこう、あの、いい仕事してんだけど、そこまでなんかマスターピースみたいな作品撮ってないな、みたいな人が、なんかこう、挑戦権を得て、なりもりで企画を始めては、まあ面白くなくはないんだけど、うん、みたいなものを作っていくのがネットフリックスのドラマだったと思うんですよ。うん、今まで僕の感じで言うと。うん、なんかね、常になんか75点から82点ぐらいのものがずっと並んでる感じみたいなね。で、あの、それがね、なんか今回、まあ、カンチクさんっていうと、やっぱ今までね、結構、あの、ネットフリックスでなりもりの企画をやってきたようなスタッフ、監督さんとか脚本家に比べると、やっぱりちょっと1段、2段知名度が低い人。を持ってきて、で、ここまでのクオリティも出して、しかも結構、あの、グローバルで受けてるじゃないですか。そうなの。で、これね、ものすごい日本のクリエイターにとって希望になると思います。てかさ、単純にグローバルで受ける受けないっていうのは、単純に配信してこなかったからだと思うんだけど、真面目に。まあ、そもそも狙ってなかったわけですからね。そう、だから日本のマスコミって、俺ずっと俺がやっぱテレビ局買収しようと思ってた時からそうなんだけど、めちゃくちゃ内向きなんだよね。なんか、びっくりするぐらい内向きで、なんかまあアニメぐらいじゃない？まあアニメも別にさ、外向きなわけじゃなくて、あまりにも求められるから、日本にしかなかったから、その、外向きにせざるを得ないみたいなところで、で、まあゲームとかは積極的に外に行くようになったけど、今やね、もうゲームとか作るときは、グローバル配信が当たり前になっちゃってるから、メジャーなタイトルだと。でも、ドラマとかって、本当に内向きで、例えばほら、舞妓さんちのまかないさんって最近出てるじゃん。僕、2話で見てますよ。うん。あれはもう俺原作見てたんだけど、うん、俺はなんかもうその京都の花町で撮影がされてることは知ってたから、あそこにクレジットされてる人たちから話を聞いてたんで、僕はよく言ってるから、あれなんかまさにさ、そのネットフリックスとかで流行ってるグルメと京都。みたいな、もうザ日本みたいなところにめちゃくちゃハマるから、ね、あれはすごいハマると思ったんだよね。あれでまた聖地巡礼需要がめちゃくちゃ出てくるのかなっていう。でも
あの世界って入ろうと思っても入れないじゃん。だからすごいプレミアム感もあって、本当にあの祇園の花見小路から舞妓さんが歩いてるのを写真撮るぐらいしかできないから、うん、すごいことになると思うよ、これあれ、うん。だからおみとしのりみたいなやつがこうぶわーって外国人がね、うん、あの花見小路にあふれ返るっていう。そう、いや実際コロナ前はそんな感じだったんだけど、うん、それがあの映画にあのドラマによって大きく変わると思ったなっていうぐらい、うん、いや俺は正直今まで日本の人たちがよ、あれさ、あと権利処理の関係って俺よくわかんないんだけどさ、海外でさ NHK オンデマンドで連ドラ朝ドラを見ようとしたらさ見れないわけで、俺たまたま今年もなんかアフリカにいたのよ、うん、でなんか夜暇だったから大晦日とか、うん、あの紅白歌合戦見ようと思って、ネットに繋いでみたんだけど、うん、日本国内でしか権利がないわけ。いやー、なんかあれよくわかんないんですよね。全然わかんないですよ。だってグローバルの権利別にみんなから取りゃいいだけの話じゃないの。なんか全然わかんないです、僕はそこに関しては。あ、そう、全然わかんないです。なんかいやだからびっくりするぐらい、ネットリックスぐらいかな、そのグローバルでどんなコンテンツも見られるのは。アマプラとか、うん、あの他の配信プラットフォームもなんか知らないけど国内配信しかしませんみたいな、うん、いやなんかね結構アニメ専門チャンネルとかもそんな感じですよ。バンダイチャンネルとかも確か海外見られなかったはずだし。そう、いやだからなんでそういう風にしちゃうのかなと思ったわけ。だって俺ね、レバノンにカルロス・ゴーンのインタビューに行ったわけ。ああ、行ってましたね。でも誰、もう日本のマスコミはサンジャポ以外、僕が出演してるサンジャポ以外、全くそれは報道されず、うん、俺だけが単独インタビューに日本のメディアとして初めて成功したから、すごい嫉妬されてんだろうなと思ったんだけど、うん、その時にレバノン人に会ったわけ。カルロス・ゴーンを紹介してくれた。うん、でそいつらと話してたら、いや、あのさ、ギブリすごいよな、ギブリ、つって。まあ、ジブリですね、うん。だからジブリは、あの、日本とアメリカ以外、ネットリックスで世界配信されてるわけ。全コンテンツが見れるわけよ、うん。だからみんなもうすごいバズってるわけ。まあ、それはなんとなくわかるじゃん。うん、だけど、ドラマもバズってて、うん、もうミッドナイトレストランすげえ面白いって言われるわけ。うん、深夜食堂なわけ、うん。深夜食堂って面白いんだと思って。そう、深夜食堂って面白いんだったら、まあこれ、ね、もっと面白い。深夜食堂で面白いんだったら、どんだけでも面白いのあるでしょ、みたいな。うん、この人たちおでんとかわかんのかなみたいな、うん、まあ、むしろ初めて知って食べてみたいとか思うレベルだと思いますよ、うん、いやいや、だから俺はもうグローバル配信しない意味がわかんないし、俺は NHK なんか受信料取るのやめてサブスクにして、俺相撲だけでも、俺あのサブスクで月1000円のサブスクで1000万契約取れると思う、うん、あんなだってさ、裸の大男のデブがさね、回し一丁でさ、ぶつかり合って汗水垂らしてるみたいな、もう、そのフェチにとってはたまらないわけじゃない。まあ、純粋に珍しいでしょうしね、なんかね、競技として、ね。で、競技としても分かりやすいじゃん。うん、どちらかを倒すか、うん、土俵の外にやるだけだから。しかもまあ、ほら、結構あれ、中継に向いてるスポーツだと思うんですよね。そう、なんかあのコンパクト、土俵コンパクトだし、勝敗もはっきりしてる割に、うん、あと、うまい、うまくないも割とはっきり分かるじゃないですか、ね。そう。うん、いや、なので、いや、あんなの、だから巡業もできるから、うん、あの巡業だけでもすごいグローバルビジネスになると思うんだけど、全然やる気ないじゃん。だから日本ってなんかすごい面白いなと思って、その、うん、なんか多分エンタメコンテンツに対して意識が。結局ね、やっぱあの人口増えたこのボーナスステージのね、これでやっぱ製造業とかで一緒で頭止まってんだと思うんですよね、基本的には、ね。だけど製造業はさ、外に行ったじゃない。コンテンツ。でもなんか、まずね、あの、ほら、テレビ局も出版社も、多分それこそね、トヨタとかそういうところに比べたら中小企業じゃないですか。だからなんか全然やはり規模も、なんか大きくないし。装置産業化しないんだったら、ね。うん、やっぱり、あと一時期花形のね、仕事すぎて、何かね、その業界にいる自分が好きな人がすごく多いんですよね。まあそうだね。で、そういう人たちが集まってる。しかも第一世代は一発逆転というか、全共闘でどこも就職できなくて、そうそうそう、テレビ局入ったら、めちゃくちゃ大化けしたみたいな。しかもね、権力もあるし、ね。だからそう、あのね、だから自分たちがチャレンジャー側に回るのがちょっと嫌な人たちの集まりではあるんですよね。若い人はその分かんないですけど、上の世代はね。まあ、その傾向確実にあるでしょうね。
堀江貴文のブログでは言えない話、毎週メールマガジン出しております。僕のですね、皆さんの質問に対する答え全部答えております。ルールさえ守っていただければ全部答えますので、メールマガジン入ってみてください。月額880円、だいたい1週間あたり220円で、1問あたり220円で必ず答えるということで、ぜひ、いってらっしゃい。雑談アプリでは月額1500円でビジネスパーソンの音声聞き放題、そして動画も見放題ということで、いってらっしゃい。